こんにちはアマゾシサポータータ堀秀夫です今日は日本人は息苦しくない人様に迷惑をかけるなは本当に正しいのという、まあ、中国メディアのね、えー、この記事を見てまあ人に迷惑かけないのがいいか悪いかは別として人に迷惑をかけない、まあ、どうやれば迷惑はかけないのかわ、まあ、かりにくいからみんなと同じことをしようというこの感覚はですね 少なくとも商品探しにおいてはとてつもなくマイナスに作用します基本的にあんまりみんなが扱ってない商品ライバルが少なくて売れて儲かる商品ですみんなが何やってるのか様子を見てみんなと同じ商品そうすると供給過多な商品ばかり扱うことになりますんで当然のことながら儲からないという商品になります 例えば最近話題になってるね、コンビニセブンイレブンひどいとね、セブンイレブンひどいも何もね、まあ別に10年以上前から今ひどいって言われてることはね、言われてたわけですし、まあ、じゃあなんでね、そのコンビニに参加するのといえばね、まあみんなやっててコンビニたくさんあるからね、大きなとこだしなんとかなると思ったと。みんなと同じことをして、まあ当然みんなと同じじゃ儲かんないんでね、えー、みんなと同じくひどい目にあって、 まあ運が悪い人もどうにもならなくなるというような現象があります、まあ、この人様に迷惑をかけるなから始まるえみんなと同じことをしてれば無難という考えはね、えー、ビジネス特に投資においては致命的に間違ってるというか、えー、まずい手です、まあ、だからね、えー、日本人って投資が下手だとか、まあ、世界中でね、えー、ババ抜きのようにね、えー、ぐるぐる回ったもうすの カードね損するしかないという投資をまあ、日本人が掴んでしまうというのはそういう理由なんだろうなというふうに思います。まあ、アマゾン輸出始めにあたって商品探し、まあ、標準的なねきちんとしたいい日本人だと商品探しできませんのでまあ、はみ出してしまったしかも買い物依存症でね、えー、浪費家の私みたいな、えー、人間が探す商品だと、まあ、儲かる商品見つかりますんでね。 アマゾン室、ね、うまく商品探せない、あるいは何をやったらいいんだか、どんな商品探したらいいんだかわかんない、ね、そういう方は、この動画の説明欄にある無料メールセミナー登録してね、チェックしてください。まあ、人と同じことをやらなくても全く気にしないというね、えー、日本人には稀な、まあ、この私の才能がね、商品探しにおいてはとてもプラスに働きますんで、きちんとした日本人の方、 ね、なかなか稼ぐ商品見つからないと思いますんで私の無料メールセミナーをご覧になって Amazon 室魅力に気づいていただければと思います以上 Amazon 室サポーター堀秀夫でした